いっそフォレストランドにも流してみてはどうだろう。できればそうしたいけど、電波ブースターがないと難しいな。何の相談？うちの報道局でテリアの特集を組むことにしたんです。それをサンドランドはもちろん、フォレストランドにも届けられないか相談していました。こんな素敵な曲、私たちだけで独占しちゃう。もうフォレストランドにも届くならお父様たちにも聞いてもらえるのか。それいいな。でも遠いよね。ブースター局を作れば技術的には可能ですよ。ただ電力不足と電波ブースターをどこで手に入れるかが課題。電力ということは水車の改良か。発電効率を上げるか、水車そのものをもっと大きくするか。大きくするでしょうね。ルテミスに相談してみれば水車はなんとかなるかもしれんな。素材集めもベルゼならお手のものだしね。では水車の方はお任せします。ブースターは王の都に行くついでに情報。王の都に？国王軍が管理している電波塔を使わせてもらうことになりますから、その交渉に行ってきます。では私は町の人たちに協力をお願いしておこう。私はここで連絡係や素材の管理など事務的力を合わせてテリアの曲を世界中に届けましょう。テリアの曲が世界に届く。水車の改良の件お願いしますね。いらっしゃい。今日はどんなご用件で？水車をでかくする方法を教えてもらいに来た。奇遇だね。私も今の水車ではランドマークに物足りないと思い始めていたんだ。ほら見てよ、さらに巨大な世界一の水車の設計図がここに。話が早いのは助かるが、単に大きければいいわけではないのだ。というと？テリアの曲を世界に。それは素晴らしいアイディアだね。だから大きくするだけじゃなくて、水車の発電力もアップさせたいの。それなら心配ない。私は家具屋だよ。デザインと同じくらい機能性にこだわっている。つまり設計図通りにすれば発電力も大幅アップさ。へえ、やるじゃん。だろう。必要な素材のメモも用意してあるから、も素材が集まったら早速工事に取り掛かろう。わっ。設計図が手に入ったんですね。素材の管理は私がしますから、集まったらここへ持ってきてください。必要な素材は集まりましたか？ありがとうございます。これで水車の方は準備完了ですね。あとはピーマさんたちが戻ってきたら。悪い、遅くなった。国王軍との交渉はうまくいったよ。電波ブースターも見つかれば、ま、情報は得られなかったか。ううん、情報は手に。国の電波塔はメリック戦艦で見つけたブースターを使ってるんだって。だからルジバ戦艦にもあるかもと探しに行って遅くなったんです。ルジバ戦艦では見つからなかった？見つかりましたよ。ブースターの慣れの果てのジャンクパーツなら。あれは使い物にならないね。他にブースターがあるとしたらリアンダ戦艦くらいでしょう。フォレストランドか。それは私たちが行った方が良さそうだね。ブースターを見つけることができたらフォレスト山頂の電波塔に設置してください。わかった。水車の改良は私たちに任せて。町の人の協力は取り付けたから。よし、じゃあ俺たちはリアンダ戦艦に行こうぜ。リアンダ戦艦でブースターを見つけることができたらフォレスト山頂の電波塔に設置してください。私はセクシーテリアの特集番組のダオさんの足跡も交えて構成するつもりです。水車の改良は私たちに任せて。水車改良のドキュメンタリーも作るからね。
あたりって結構寒いのに水は凍ってないよな。あくまで推測だが、戦艦の動力の熱が水温を上げているんだろう。おい、ん？どうした？死にそうな声出して。水を一口。本当にまずいんじゃない？ベルゼ、水を飲ませてあげて。お前が自分でやれよ。もう水を貸して。うめえ、生き返ったよ。そんなになるまでこんなところで何をしていたんだ？もちろんジャンクパーツ探しだよ。持ち帰れんかったのか？探索中に水と食料をなくしちゃってさ、意識が朦朧としてたもんだから途中で落っことしちまったんだ。諦めてここまで戻ったはいいけど、動けなくなってこの寒さ。レアなジャンクパーツって何だったんだ？言っても分かんないだろうけど、電波ブースターってやつだ。嘘、私たちそれを探しに来たんだよ。だったら助けてくれた礼に、あれはあんたたちに譲るよ。ちょっと待ってな、今。こんなところかな。とりあえず3階に向かうといい。下の階に落ちていったから何とか見つけてくれ。おい、おかげで助かったよ。電波ブースター見つかるといいな。層に溜まった雨水が少しずつ流れ出ているんだろう。サンドランドとは違い、水が豊かなところですからな。そうだね、雨はよく降るよ。ジャンカーこっちに落としたのか。お、電波ブースターってこれじゃん。壊れてはいないようだ。それじゃあフォレスト山頂の電波塔に取り付けに行こうか。フォレストランドにはところどころ川が流れているな。そういう場所はホバーで渡っていけそうだな。川には危険な生き物もいるわよ。渡る際は気をつけてくだされ。
ブースターを取っていきやがった。あやつ湖に落としましたぞ。よく落とされるブースターだね。おいおい、ブースターが落ちた先にでかいワニが嫌がるぞ。まずいな、急いで取り戻すぞ。今のはやべえな。大型のクロコダイルだ。メカでちゃちゃっと勝たしてくだされ。しかし落下に水没と散々ですが、使い物になりますかね。うん、大丈夫っぽい。不幸中の幸いだ。今度は取られねえように電波塔に取り付けなくちゃな。食べて生活してるんだろうな。これほどの森が広がっていれば、果物などの食料は豊富だろう。壊れてるみたいだな。台があればの。よし、これで周りの情報がわかるな。で、どこにつければいいんだ。貸して。取り付けは私がするから。うん、オッケー。これでフォレストランド中に電波が届くようになったはずだよ。では、スピノ町に戻ろう。素晴らしい曲だね。創作意欲が刺激されるよ。すまない、夢中になってしまった。家具が必要なら受けたまわ。皆さん、お帰りなさい。バッチリ取り付けてきたよ。ありがとうございます。ご覧の通り、水車も完成しました。圧巻だな。想像以上の大きさだ。町の皆さんが手伝ってくださったおかげです。これでいよいよテリアの曲を流せるわけじゃな。妻の曲が世代も国境も超えて多くの人に届くのか。音源のスイッチはラオさん、あなたが押してください。私が。あなたが始めた幻の泉探しが今この時に実を結んだ。うん、おじさんが始めたからみんなここにいるんだよ。しかし、いいんじゃねえの。そうか、ならばベルゼ、二人で一緒に押そう。お前さんがいなければここにたどり着くことはなかった。え、俺はいいよ。王子、照れておるんですか。うるせえ、そんなわけないだろ。では行くぞ。1、2の3。
届いただろうか。きっとね。今この瞬間は世界が一つになった気がする。だといいな。